こんにちは。サムライ塾のことです。こちらの動画はですね、僕の体験入学講座とメンタルトレーニング講座ですね、ご受講された塾生様からね、ご感想をいただきましたので、そちらのお話をしております。はい、では早速行きましょう。まず画面の共有をいたします。よいしょ。はい、こちらですね、今映ってますね、こちらの感想文の方をいただきました。はい。では、よいしょ。スポットライトでね、追っていきたいと思います。はい。じゃあね、今、ピカピカって光ってると思うんですけど、こちらの方を見ながら、見てください。はい。どんなに勉強しても理解できず、暗記ではモヤモヤが残っていた時に、今回の試験予想を検索してからの出会いでした。偶然にも、個別で質問できるというのを知り、最後のチャンスだと思って即申し込みました。YouTube の説明がわかりやすかったこと、理論的だったことから実際の Zoom でも相違はありませんでした。また、時間を忘れて親身に教えてください。私はこの Zoom を申し込んでいなかったらきっとモヤモヤしたまま試験日を迎えていたと思います。勉強だけではなく、普段の業務での経理についても前向きではなかったのですが、レッスンを通して少しは興味を持って日々の業務に取り組むようになりました。分かってくると楽しさや少し味わうこともできました。最後に受講したメンタルトレーニング講座では大切なことを教えていただきました。日々の生活にも落とし込んで、自分を俯瞰する時間を作っていこうと思っております。目的は試験合格ですが、それ以上に大切なこともたくさん教わって、出会ってよかったと感じております。個別だからこその質問のしやすさもありました。経験が豊富で解けない苦しみがわかるからこそ、腑に落ちる説明なんだと思います。試験に困っている方は特に学んで損はないと思います。本当にありがとうございました。SS 様ということで、愛知県のですね、在住されている、ま、女性の方でした。ね、はい、こちらもです、こちらですね、本当にありがとうございます。ね、ちょっと消しましょうか。はい。非常にね、こう、うん、まあ、真面目でね、こう、向上心の高いという女性、でしたけどね。うん。もう僕のね、今書いてありましたけど、YouTube のですね、第27回の建設業経営新日記の予想っていうね、動画上げてたんですけど、そちらの方ね、発見されまして、で、僕のね、まあ、予想と、あとですね、何本かね、僕のこう、まあ、解いてる姿ですよね。過去問解いてる姿の動画がありますけど、そちらを見たらね、あ、わかりやすいと、ね、いうふうに思ったらしくてですね、すぐにね、申し込みが ありました。体験入学のね。うん。ほんとすぐでしたね。で、そこからですね、彼女の場合、まず体験入学をね、1回2時間のね、講座でさせていただきましてね。で、その後ですね、うん、まあ、ちょっと体験数もかなり延長させていただいてたんですけどね。4時間ぐらい喋ったかな、ね。ちょっと質問内容多かったんでね。2時間じゃなくて4時間ぐらいね。ちょっと結果的にはお話しさせていただきましたけど、ね。その後ね、もうちょっと勉強したいということでね。9月のね、確かこれは9日ですかね。9日の水曜日のですね、まあ、午前中です。昼か、昼ぐらいですね。に1回受けていただいて、その後9月の12日ですね。はい、こちらの方でね。まあ、前日ですから。ね、まあ、2発ですね。2時間、2時間と。いうことで、まあ、通常の料金のね、ワンツーマンの、ズームの講座とですね。あとは、完全、メンタルトレーニングね、講座の2時間ですね。こちらの方を受けていただきました。ね。その結果の感想と、ね、いうことになります。はい。非常にね、こう、なんていうんですかね、こう、一個ずつね、丁寧に僕は、解説してきましたけどね。一個終わるごとにですね、なんかこう今までね、こうなんかふわふわっとね、こっちに足がつかないっていう感じのね、論点がですね、こう一個ずつね、丁寧に丁寧に。あ、なるほど、そういうことだったな。あ、
なるほど、ここはこうやって考えるんだとかね。うん、そんな感じのね、まあ、ズームですから表情がわかるんでね、なんか、明るくなってくね、表情をね、こう見ながら、僕はズームでね、説明してたんですけど、ね、まあ、非常にこう、まあ、楽しいというかね、嬉しいというかね、僕自身もね、あ、役立ってるな、今、みたいな感じで、すごく幸せなね、時間も過ごさせていただきました。ね。はい。ということでね、僕のまあ体験入学講座であったりですね、あとメンタルトレーニング講座ね、うん、こちらの方もあります。ね。まあ今言ったようにですね、メンタルトレーニング講座はですね、基本的にはまあ受験メンタルトレーニングって話でね、僕は基本的にやるんですけどね。でもね、今うん、SS さんがね、感想文で書かれたようにですね、あくまでね、こう人生全般なんですよ。ね。うん、人生全般のね、お話でありますしね。で、これワンツーマンでね、やっぱりね、やった方がね、いいです。メンタルトレーニングでね、一人一人違うんでね。うん。したがってね、まあ、ぜひね、メンタルトレーニング講座もね、ちょっと興味あるなと。ね。まあ、簿記のね、体験入学ももちろん興味あるんだけど、メンタルトレーニングもね、ちょっとなんかやってみたいなってね、いうふうに思ったあなたはね、ぜひぜひ、僕のね、体験入学講座を受けてみてください。はい。ね。メンタルトレーニング講座自体の体験入学講座もありますからね。うん。ということでね、ぜひ、ご活用してみてください。はい。では以上です。はい。じゃあ、あなたからね、お問い合わせ、お申し込みお待ちしております。ありがとうございます。